どうも夜の清涼です。お願いします。お願いします。まあ今日は、はい、集まっていただきました。はい、こんにちは。こんにちは。あれやんな、あ、なんのやつやんな。穴探しやんな。めちゃくちゃ言い方悪い。穴つまりはそう。でもほんまにそう。なぜなら穴探し。今日の企画は、うん、題してマサヤの童貞奪ってくれる人見つけたい。はい。マサヤ童貞卒業企画ですけど。そうそうそう。まあマサヤの童貞、うん、早ない。何年童貞ですか。23。お前進行に謝るよお前。すいません、対面としか使ってません。ほんまやお前、喋れよ、もう自分の人口対話していけよ。対話、うん、マジ喋ったら反応してくれるから。マジ毎日やめ、男としての役割果たせ。お前もな。お前もな。サミシさんってしょぼんってしてるやん。うん、まさにいつも温泉で見るけどさ、サミシが黒に肘をギューッとした。ドス黒いって言う。ドス黒いって言う。紫入ってる黒。いや、紫入ってんだよ。のチンコです。まあ、まさやくん童貞、23年が繋いできてるんで、まあ、この際企画にして、まさやくんの童貞奪ってくれる人探してみようかなっていう回です。はい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったな、YouTube できて。今どっちで、ほんまに。そうやな。これでどうやってやんねん。トノこれだけは挟んでる。本来人が集まらんだ。やめてくれ。一応、ね、説明しておきますね、まず今とだけ。ちょっと企画で。まあ一応まあ、候補はなってるんですけど。でも別に中身変わってませんからね。中身は余計に良くなってんの。この動画で、ね、募ります、まさや君の。童貞奪ってくれる方は。そう、まさやの童貞を奪ってもらう人を募集するということ。めっちゃ、悩みやったんじゃない、まさや。集まらなかったらどうすんのこれ。ただただはず。だいぶはずいけど、一人は来ると思う。集まらなかったら一人で女にして。いや、これほんまに集まる。で、もちろんやけど、今日から同じ。応募資格は、まさや君と生かしたい。そう。まあ、これ絶対丈夫。まさやと生かしたくて仕方がない。そう。仕方がない方やな。生かしたい。そうだ、おる。仕方がない。いや、これマジやから。付き合いたい方というか、もうしたいから。そう。したい。変わんないとできるなって。そうそう。まあ、これでも、うん、これでもこれでもできる方しか募集してません。いや、俺はでも帽子は蚊にしたる。最中帽子は蚊に帽子は捨てくださいっていう応募があれば。帽子したまんまね。疲れたらないです。どっちが進化の趣味わかる。トノほんまにしてもらうよな。あ、もちろん、うん、マジでしてもらう。来てね、俺らこの4人でまた面接するんで。で、この人もすごいなってなった人はほんまにしてもらいます。まあ前の、まあ見てもらってたら分かるんですけど、コウ君の彼女オーディションみたいな感じで面接します。そこで選び抜かれた1人にするか。人最高2人連続で2人ってこと。まあまあ1回やって休憩して。その人に当たり前やろ。お前、王様みたいな生活を送ってるの分かってない。お前、どこの貴族か。連続で2人とか言えたか、お前。いや、言え。幸せなことは言え、今。連続で2人って言うな、お前。いや、でも2人目の人がマサヤとやるときは、もうマサヤ童貞ちゃうから。ほんまやな。この選び抜かれた1人が、マサヤ君のいたせます。マサヤ君の童貞を奪うことができる。これ、すごいことや。インスタかけるね。すごいことやな。だってこれでさ、まあもちろんまさに今こんなことになってるけど、もうジャスティン・ビーバーぐらい有名だったの。すごい。うん、これ頭下げて生まれしていただきました。えげつない称号や。そんなやな。そうか、なるほど。まあ今のうちに子さんというか。なるほど、子さん。まあ童貞奪いに来てください。めっちゃええことやね。俺に得しかない。って言って、俺に得しかない。やった万歳言って。やった万歳。なんでやらしたの。なんでやろ。ほんまに気分の決まったのかな。やった万歳、やった万歳、やった万歳。やばい、恥ずかしい。やばい、ドームの画像借りてますよ。遊ぼたい、俺。遊ぼたい、やめてくれ。まあまあまあ、どういうプレイが好きかとか言っといた向こう合わせてくれるかもしれんし。あ、なるほどね。まあ、イチャイチャじゃない。付き合ったこともないし、やっぱイチャイチャかな。あ、最初のね。そう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 。なんか得意そういうの、え、得意というか、まあ、したい、味わってみたいというか。そうそうそう。あ、じゃあお前やってくれるんじゃない。味わってみたいとか、お前やらしいの。やらしいの、お前。何が悪いね。まさに何をちょっと、ちょっとだ
だけ言ってあげる。言っといてあげるの。大きめに言っといてあげる。竿の長さ大きめに言ってこれ。いや、めっちゃちっちゃいじゃん。大きめに言ってそれやばいよ。めっちゃ大きめに言っていいのさ。いや、それやばいよ。小さめに言ったらどうなる。課題評価してる。いや、してない、してない。してないよ。全くしてない。これなんか今さ、遊び半分みたいなだけでガチやん。あ、ガチガチマジ。会場も前みたいにね、用意しますんで。あ、その日ほんまにしてもらうで、選んだら。うん。だからほんまに、その覚悟ない人ガチ来たからの。マジで来たあかん。冷やかしはほんまにいらん。あ、でも動画撮りません。とか言って、誰も来ねえかった。あ、そうか。引退してる最中の。びっくりじゃん、プライベートで開催する。ホテルが出てきたとこは撮っとるかなって。そうやな。その後は、うん。その感想とか言って。ホテルの内容は撮れ。うん。さすがにやめて。まあもちろんこの4人と会えますし。あ、でも撮っていいって女性が言うなら撮るよ。それだけお前女性が自分でさせてくれ。え、女の人は撮っていいって言ってたらマジで撮らしてる。ガチ。あ、でも流すよ、もちろん。うん、流すか流さんかも一回女性に委ねる。あかん、あかん。ほんまにあかんよ。モザイクで音声も変え。絶対あかんよ。あかんよ。でもチンコの情報だけもちょっとやるよ。まあ、もういいんちゃう。火星ですね。まあ土星か火星かで言うと火星。何が好きか。色は土星。うん。え、どういうこと。色は宇宙。色はブラックホール。で、まあ火星か土星かで言うと火星。火星。何か言わん。火星。火曜日。臭いか臭くないかで言うと臭い。あかんよそれ。来れんや。臭ないよ。あ、そうですね。綺麗にして。今日一日の画像貼っとくんで。貼るな貼るな。詳しすぎるわ。3つ目かな。日付は3月11日の土曜日。時間見て、場所見て。どれぐらい日に開催してるの。結構もう直近やな。まさや君童貞卒業の日約束されてます。近い。うわお前ええな。おいおいおい、緊張してきた。緊張してきたわ。緊張してた。そんな意識も高さ。普通スゴジュ伸ばしていくから。うん。応募の方法が、コウ君の DM。はい。まあインスタ、ここ貼ってますんで。はい。に、DM してきてください。なんで、応募資格が、20歳以上の女性の。はい。で、ほんまに面接して、受かったら、その日に、もう僕たちらホテル取ってるんで。そうそうそう。で、そのまま直行していただきます。3月11日はもう予定、丸々。あ、もう丸々上げといてください。そう。マサヤが何回戦するか分からんから。あ、すごいね。いやいやいや。何回戦するか。それは。ありえない。朝の好きなプレーだけ言っとく。それに合わせてくれるかも。なんかさっき言ったよ。イチャイチャプレーだけでいいの。もっとコミッタも言っとく。コミッタも言っとく。まあそうじゃん。それぐらい。そう、言えてよお前。ほんまギャル好きとか、強姦好きとか。言えて。好きじゃないよ。好きじゃないよ。好きじゃないよ。リアクとか。いや、せえへんよ。何系好きだろ。何系、ああ。何系やろ。清楚かな。やるやろ。おいギャル好きやろ。お前そういい人ぶんなんて。なんでギャル好きやろ。なんで決めつけてんねん。好きです。なんで決めつけてんねん。まああと時を止まるシリーズも好き。そうだ、ボタン持参してる。よしよしよし。まさかカチッて押したら止まったけど。よし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 。ほんまにまさやくんだけね。俺らマジでせえへん。まさやとだけしたい方が、ほんまに来ていただいて。はい、お願いします。もう、冷やかし来た人も、もう、さらそこ。さらしあげる。さらしあげる、これ。俺ら本気やから、友達のために。そういうことやね。友達思いで俺ら必死やろ。そういうことした言うとって。うん。これ、茶化すやつ、俺ら許さんから。怖い怖い。インスタの DM に送ってもらう内容。うん、あ、せん。なんですけど、まあ、自画像と、まさにどんだけしたいか。この熱意が、もう伝わったら審査合格にしますんで、まあ、顔も見ますけども。まあ、熱量、まさにどんだけしたいか、まさにことどんだけ好きか。ね、言いますね。と、自画像と、まあ、どんだけエロいか。これ、どんだけエロいかも重要じゃない？正直。重要。うん。なんか、この3つ。前その名前だっけ？うん。と、まあ、日にちね。いけるかどうか。いけるかどうか。行かれへん人、送らんといてな。とりあえず3月11無理な人は送らんといて。会場は大阪。会場は大阪。大阪です。大阪です。旅費出ません。いや、なし。はい。ゴムはつけます。え、ゴムつけますよね。うん、つけるやろ。ゴムはつけるらしいです。ゴムはもちろん。はい。20にしよう。
まれ 30? まあ、血止まれぐらいまで血止まって、うっ血するぐらいまで多分紫になるまでいくのがはい、では、それから尿道に綿詰めとくあれだねもう言ってる以上でも、以上でも被害を減らす俺の臭くって俺のやつが出ても綿に染み込む俺が言えよ気分悪いということで、まああのその秘密じゃないですよねではもう今日からこの動画終わった時からもDMでお待ちしておりますので